Cinema Hustlers. The Cinema Hustlers.さあ、それでは2本目も行ってみましょうか。ライムスターたまるのウィークエンドシャッフル。ここからは毎週サイコロで見に行く映画を決め、何度も言うが日本の特撮ヒーローものからハリウッドのビッグバジェット作品まで、それが映画なら何だって批評してやる型無差別映画評論コーナー、ザ・シネマハスターの時間です。仮面ライダーダブルに続いての2本目はこちら、インセプション。はい、ダークナイトのクリストファー・ノーラン監督がオリジナル脚本で挑むアクションエンターテインメント大作。人の夢の世界にまで入り込み、他人のアイデアを盗むという技術を持つ企業スパイが、危険なミッションに臨む姿を描くと。主役を務めるのはレオナルド・ディカプリオ。物語のキーマンとなる重要な役を渡辺謙が演じるということです。はい、インセプション、ここのとこシネマハスラーっていうかに限らず番組中とかね、日常会話でもやたらとインセプション用語が出てきてしまうっていうね、これはもうマトリックス以来のね、出てくるっていう感じだと思うんですけど、はい、インセプション話題作ですからね、たっぷりいただいております。で、メッセージの傾向なんですが、3、7割非、3割ね、7、3で賛否だっていう。褒めのポイントとしては、大予算を投じて描き出された斬新な映像と、それを作り出したチャレンジ精神、2時間半もの長尺を飽きさせない巧みなプロットとアイデアなどなど。ダメっていう人のポイントは、アクションシーンが退屈、いくらなんでも長すぎる、思わせぶりなだけ、そもそも設定に説明不足が無理があるなど。役者陣の演技はそうって高評価な様子ということです。代表的なとこご紹介いたしましょう。覆面さん、誰もが一度は思い描く夢の世界を抽象的ではなく、普段私たちが見慣れた風景を使って具現化して見せたことにはうならされました。スパイもののようなチーム感憧れを抱かずにはいられないキャストも文句なし、いい年した大人が寄り集まって必死こいて走り回ってるのに、現実世界では寝ているだけの絵面にも爆 笑, 夫婦愛、親子愛を貫こうとする主人公が行き着くラストも綺麗で感動的でした。しかしそこへの大事なプロセスである、夢の 3階層大決戦の下りが不満でした。より大きく派手な見せ場を用意しているにもかかわらず、反比例して凡庸なアクションになってしまっている。最下層に至ってはただのドンパチ合戦。歌丸さんのダークナイト表示の、ノーランはアクションの取り方が下手が証明されたシーンになってます。逆に夢に深く先行する深層心理であれば、心理戦会話劇で持っていった方がノーランの手腕が生かされたんじゃないかと思いました。ただの見せ場、アクションではなく、ラストへつながるアクションであれば傑作になったと思うのですが、ということですね。はい、みたいな感じで、皆さんいろいろいただいております。ちょっと今日2本立てで時間をしているんで、じゃあちょっとここらにさせてもらいます。本当に皆さんありがとうございます。皆さんの賛否もそうだし、いろんなやっぱ読みをしている人がいて、いろんな読みをね、見れば見るほど、もともと自分がどう思ってたか分からなくなってくるという、まさにインセプション効果ということですね。はい、川崎 IMAX とバルト9で、2回僕見てきました。クリストファー・ノーランって1970年生まれということで、実は先ほどのダブルの坂本浩一さんと同じ年の監督ということですね。1970年生まれの春祭2人という、ということですね。後でちょろちょろ言いますけど、その大体まあ僕と同世代なわけだから、同じような映画見て育ってきたんだなっていう感じは、やっぱ同世代感もちょっと感じたりはします。であとはやっぱり同年代っていうか、1個は年下だからと考えると、本当そこは素直にすげえなって思うよね。ダークナイト30代で撮ったのかよっていうことだもんね。はい、でその問題のね、2008年ダークナイトですけど、もうまあすでにもうね、まあ傑作というか、ある程度歴史的傑作的な評価も定着してきた感じなんだと思うんですけどね。でね、ちょっとね、ダークナイトの話させてください。ちょっとすいません、シネマハスラーで前に、そのだから08年2年前になりますね、表した時にの表に、自分でやっといてなんですけど、現在からすると非常に僕心残りがあるんですね。その時はまあこれしょうがないんだけど、ヒース・レジャー版のそのジョーカーというキャラクターに焦点を絞ってお話したんですね。まあもちろんそれ自体はね、映画見れば誰だってその外せないところっていうか、それを外したら語れないところなんだけど、ジョーカーがすげえって話をしてたんですけど、大事なことをね、語ってないって思ったんですね。あの映画の、そのジョーカーに負けず劣らずっていうか、大きな魅力、あの映画が何か特別な作品とまで思えてしまうファクター、重要なファクターとして、平たく言えば、映像の凄さ。もっと正確に言うと、IMAX カメラで撮影した映像の凄さっていうのは絶対に外せない。なと思ったんですよね。とまあ音なんですけど、IMAX で撮った音とカメラ、撮ったですよ。IMAX に上映するじゃなくて、IMAX カメラで撮った映像の凄さね。つまり普通 IMAX カメラは劇場映画は撮影しないわけですよね。風景ものとかそういうものばっかで、劇場映画で多分使ってんのは現状ダークナイトだけだよね、多分ね。多分お金かかりすぎるし、カメラがてかフィルム感が
アホかってデカさなんだよね。もうでっかいんですよフィルムが。なのでなかなかできないことなんだけど、要はその IMAX で撮ってるからこその隅から隅まであらゆるとこがクリアにバキッとエッジが立ったあの絵ね、あの絵自体の凄さ、オープニングのワンカット、シカゴのあのビルに鏡張りのビルにガーッて言ってか、あのもう最初のカットだけであこの映画はなんか違うって感じするじゃないですか。それはやっぱ IMAX 映像だからなんですよね。でそれがあってこそあの映画のその物語であり中身であるところのそのなんか新時代のノワールみたいな感じっていうのはだから際立ってるんだろうっていうことだと思うのね。プラスまあそのそれプラスならハンス・ジマーさんのやっぱそのヤバい音演出っていうね、これもねシネマハスラー本だとね重低音って表現しちゃってるんだけど、むしろポイントは弦楽器とかのね高い不協和音じゃねえかなっていうふうにも思ったりしてます。まあ、とにかくそういう部分なので、でねよくよく考えてみる、考え直してみるとダークナイトでいやそこ良かったよねっていう場面はほぼ全部 IMAX で撮ったシーンなんですよね。だからやっぱ無意識的にせよその凄さを受け取ってるからなんかあの映画すげえってことになってるわけで、実際撮るのもすごい苦労して撮ってるわけでね、なのでそこに言及してない表っていうのは明らかにこれ不備だったなっていうふうにね自分で思ったりしました。まあ辞表なんでね、タッチネマハズラっていうのはね、そういう不備とか欠点もまあ含めて残す意義っていうのはあると思ってはいますが、はい、ということで、でそのまあ IMAX で劇映画っていうのはやっぱそのダークナイトに用意された半端ない予算があればこそなんで、もう半端ない予算ですよね。であのトンネル内でのチェイスシーンを撮ってる時に世界に4台しかない IMAX カメラを1台壊しているっていうね、多分億単位で多分かかるよね間違いなくね、はい、億で聞くね、ほんとほんとほんと、だから、ということで毎度そういうねその勢いが出せるわけではないノーランといえどもということにはなりますが、ただダークナイト以降やっぱりちょっと一皮向けたなというふうに思わせるところ今回のインセプションあると思います。要は映画としてのルックの良さですね、さっき言ったその映像の凄さとかその見た目としての映画のルックの良さっていうのが作品の大きな魅力特色になっているっていうのは明らかにやっぱダークナイト以降のノーラン組の組と言いますあえてっていうのはそれを裏付けてるのは要は例えば撮影の、ウィーリー、フィスターさんですかとか特殊効果クリス・コーボールドさんって、これはダークナイト組ですね、ものすごい工夫してあんまり要するにノーランが CG 使わずにできるだけ生でやろうみたいなこと言うからすごく苦労しながらやってる人たち、あるいは今回美術のガイ・ヘンドリックス・ディアスさんですか、これ今回美術はすごく重要な映画ですから、そのあたりのチーム力っていうのはやっぱりこの作品インセプションが何かすごく見えるとしたら何かこうすごく見せることに最も大きく貢献している力であろうということだと思うんですね。でそのあたりやっぱりダークナイト以降さらにパワーアップしてるというか、その前のノーランもビジュアルには気遣ってたんだろうけどちょっと一皮向けた感はやっぱあると思う。ノワール感が特にやっぱね掴んだなって感じがあると思います。でねやってること自体はね、これいいですか？あくまでやってること自体はですよ。ちょっと正し書きつけますけど、自体は、いわば、これ僕のインセプションの、僕の考えた日本タイトル、夢泥棒野郎 B チームっていう、はい、なわけで、これなんで B チーム、なんで B かっていうと、こいつら全然ドジばっか踏んでるからっていうね、全然 A じゃないっていう、実際のところっていう。まあまあ、夢泥棒野郎 B チーム的なさ、要はさ、SF 設定で、チーム犯罪者ね、まあ、ケイパーものなんてね言い方をするんですけど、チーム犯罪者、まあ、もしくは SF 設定でスパイ大作戦やったらこうなりますよみたいな、あくまでやってること自体はそうなわけですよね。いいですかこの言い方、あくまでやってること自体はそうなわけですよね。いわゆるジャンルもの的な。でその SF 設定の部分でまあ人の夢に侵入してみ、いわゆる夢ものジャンルっていうのはいろいろあるわけで、いろんなものをやっぱ連想するわけです。人の夢に侵入してなんちゃらかんちゃらって、あったな、なんだっけ、あ、そういえばザセルってあったよねみたいなね、ジェニファー・ロペスがね、なんか装置使って入ってくってやつね、あれなんか完全にそうだよなとか、あと本当にこれね、偶然この時期になってしまったけど、先日亡くなられてしまった、コン・サトシさんというね、日本のアニメーション監督の、筒井康隆原作のパプリカっていうのは、これまさに夢の中に入り込んでってっていう話だし、しかもパプリカは、今回このタイミングで改めて見直したら、ホテルの廊下に男が浮いているっていうイメージが出てきてて、それは結構今回のインセプションにちょっと通じるイメージだなというふうに思ったりしましたけど、うん、あとは、まあ、夢じゃなく、まあ、夢で、例えばその、何が現実か分からなくなるっていう、まあ、言ってみればこうフィリップ・K・ディック的な悪夢感みたいなものもやっぱ連なってますよね、系譜として、まあそれこそトータル・リコールとか、あとそうですね、まあまあその日本でいうとビューティフル・ドリーマーもそうでしょうし、バニラ・スカイだってそういうところに入るかもしれない。あと僕そういえば冷めても冷めてもこれが現実かどうか分かんない展開みたいなのって、イグジステンスっていうね
デビッド・クローネマグのエグジステンスもそうだよね。あれゲームだけど、まあバーチャルリアリティって意味ではそうだよねと思ってたらね、クリストファー・ノーランがね、これファッション誌なんだけど、バザーっていうファッション誌のインタビューでお気に入り SF 映画みたいなのを何個か挙げてて、これが結構ね、今回のインセプションにベタにつながる作品名を割と無防備に挙げてて、でエグジステンスもちゃんとこの中に挙げてたりするんですね。トータルリコールも挙げてるし、とかさ、例えばね、それ上げちゃうんだって思ったのは、僕予告編見て街がぐわーってね、印象的なビジョンありますね。パリの街並みがぐわーってなる、なんかこれダークシティみたいだよねと思ってみたよね。なんかダークシティってアレックス・プロヤスの、ビルがニョキ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 、街がニョキ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 入ってくるビジョンがあって、ダークシティっぽいよねと思ったらね、ちゃんとね、クリストファー・ノーラン好きな映画に上げてるっていうね、ダークシティ上げてるって、ね、うかつな野郎だなっていう、まあちゃんとこのインタビューで同様にボルヘスから影響を受けてますみたいなのも公言してたりとかするんですけど、あとはね、まあその何だろう、夢というか無意識というか、そこにあるその亡き妻の幻影が主人公を悩ませるっていうあたりは、まあもうもろにも惑星ソラリスなわけですね、それはね、はい、みたいのがあったりして、でちなみにこれはまあ惑星ソラリスっぽいよねとかいろんな言い方できるんだけど、クリストファー・ノーランの映画って最初の長編のそのフォローイング以外は全部そういうね、過去に亡くなってしまった誰かに対する妄念に取り憑かれた男の右往左往の話なんだよね。全部それなんだよ、はい、ということで、つまりこれは彼にとってのメインテーマでもあるっていうことではあると思いますね。あとね、結構ねそのノーランの過去作とすごく通じる要素が多いなと思ってて、例えば今回のコブさんね、ディカプリオ演じるコブさんとアリアドネさんね、ジュノの女の子だよね、アリアドネって変な名前だなって最初に見てて思ったらね、これ町山さんも指摘されてましたけど、ギリシャ神話の迷宮から戻ってこられるように手助けしてあげるっていうキャラクターっていうところに、でこういう周到な意味付け、理論武装っぷりっていうのはこうさすがね、キューブリック、多分 俺が次世代のキューブリックになってやるぐらいの野心は持ってると思うんだけど、キューブリック好きってことなのかなと。ただ僕はちょっとね、そういうものがそのまま映画としての立派さとか面白さを保証するとは限らないからね、もちろんそういうのはあった方がいいんだろうけど、限りませんよとは言っておきたいけども、まあまあそういう周到さで、そのコブさんとアリアドネの関係が、言ってみればトラウマを抱えた師匠筋に当たるおっさんがうじうじしてて、で弟子筋の女の子、これは恋愛対象じゃない感じの弟子筋の若い女の子がそれを鼓舞して救ってあげるっていう、これインソムニア全く同じ構図だったりとかね、はい、とか同じ構図って意味では、今回のインセプションの終わり方、マイケル・ケインの役柄含めて完全にプレステージと同じだっていうね、プレステージと終わり方同じじゃんって思って、はい、とかも思ったりしました。まあ要するに今回はそのノーランが自分の好きなものとか好きな映画とか好きな展開とかっていうのを結構それこそ意識的にも無意識的にも全部ぶち込んだようなとこがあるというね、もっと付け加えて、これね、インセプションはやっぱどうしてもそういう語り方をしたくなっちゃう映画なんでね、例えばね、キューブリックが好きですって言ってると、でさっき言ったバザーに載ってるインタビューだとね、渡辺謙が冒頭にすごい老けメイクで出てくるじゃないですか、多分そこのことを指してると思うんだけど、が2001年っぽいなって自分でも後から気づいたとか言ってるわけ、これは無意識的な部分ですよね。でそれ言ったらそれ以上に、さっき言った第三層の鍵の奥のあの部屋で、ロバートのお父さんがね寝てるところなんて、まあまあ2001年っぽいよねっていう感じがやっぱするし、とかね、あとはその第三層のそのスキーアクションシーンありますよね、これもう最初見た時になんか007みたいだなというふうに思って見ていたら、パンフレット読んだら本当に女王陛下の007をフェイバリットムービーとして挙げてたり、こういう割と無防備なところがあるっていうねところがありますよ。あとはさっきのそのバザーのインタビューで載ってるね、その好きな映画リストの中で1位2001年宇宙の旅、2位ブレードランナー、3位マトリックスって、もうこれすごい中学生っぷりをね発揮してる、まあ、それ全然いいんだけど、好感持ったんだけどさ、ブレードランナーが挙げてて、でさ、今回の夢に入り込む装置あるじゃないですか、あれが夢に入り込む装置にしては妙にアナログっぽくねっていうさ、プシューとか言っちゃって、あれ多分だからブレードランナーのほらレプリカンと判定する装置あるじゃないですか、ボイトカンプか、
テストの装置があるんです。あれなんか蛇腹みたいになってブシューみたいになって、あの感じか、おいノーラン、あの感じかみたいな、あの感じやりたいんかみたいな、感じを持ったりして、まあ要するにこんな感じでね、割と分かりやすくノーラン自身のその影響とか思考みたいなのがすごい反映された作品である。こういう映画、こういう場面が好きみたいなね、だからこそやっぱそのいろいろ他の映画にこう参照してみたくなったり比べてみたくなったりするタイプの映画だと思うんですけど、でね、まあこんなこと言うと、じゃあなんかそのどっかで見たような設定とどっかで見たような場面ばっかりでオリジナリティがないんですかなんて言うと、いやもちろんそんなことはないわけです。まずその夢物ってのはいっぱいあるけども、今回のそのインセプションすごい特徴的なのはやっぱ夢のその描き方ですよね。先行するような夢物作品っていうのは、まあ言ってみれば夢っぽい不定形感っていうかな、どっかしらやっぱぐにょぐにょした感じとか、不安定な感じっていうのをすごくこう強調してたりするんだけど、一旦この夢の中に入っちゃうとそこはできる限り排除してますよね、今回インセプションはね。そこに確実にあるもの、むしろ直線的で硬質な、まさに本当に建築物的ながっちりそこにある感っていうので、夢の実感感っていうかな、夢における実感感ってのを表現しようとしてる。でそのすごくかっちり実感としてある世界が、でも時折部分的にノイズ的に何かおかしい、ちょっとこう違和感ぐらいでおかしいって感じを与えるような見せ方してて、このバランスね、これは完全にこの映画のやっぱ独自のバランスだし、まあ大体バランスで言うとむしろマルコビッチの穴とか脳内ニューヨークのあのなんかこうノイズ感っていうのが、何かが変だ感っていう感じのバランス、シュール感っていうかなだと思います。でそれがまさにこの映画自体のルック印象になってて、それがやっぱ魅力になってる。その CG とかを極力なしで、やるっていう方針でやってて、それがすごく今回のその映画の魅力の部分で、特にやっぱハクビは、やっぱこの第2層ですね、夢の第2層のところ、要するにホテルの廊下の、重力、無重力プラスなんだろうね、あちこち重力アクションっていうか、まあ、それこそ2000、ね、またキューブリック出てきちゃうけど、2001年的なぐるぐる周りがぐるぐる回るセット作ってっていう撮ったんだろうけど、そこでジョゼフ・ゴードン・レビットさんというね、シネマハスラー的な500日のサマーでおなじみ、ジョゼフ・ゴードン・レビットさんがこう、まあ、一人本当に孤軍奮闘する場面で、ここはやっぱすげえ面白いですよね、やっぱね、バカなこと考えんなっていう、でやっぱね、そのジョゼフ・ゴードン・レミットさんのこうシュッとしたね、ファッションといい顔つきといいシュッとした感じ含めね、なんか全体にこの直線的な感じと含めね、かっこいい感じで出てますね。僕ちなみにもうジョゼフ・ゴードン・レミットが出てくるだけでもう点数がアップする傾向にあるっていうかね、一時期のロバート・オーウェン的な、ぐらいのね感じにね、ロバート・オーウェンじゃねえ、何オーウェンだっけあいつ、何オーウェン、まあいいか、はい。また意外のことしました。で、ちなみにですね、さっき007っぽいなっつったら、女王陛下の007上げてるなんつったけど、ここの、廊下での格闘シーンとかの音楽とか、音楽の感じですね、とか、その格闘してるところの編集の仕方とかが、やっぱりすごい007っぽいんですよ。特に、ピーター・ハントの、その、だから007、編集してる007っぽいっていう感じで、絶対にここは意識してるという感じだと思います。あと、007っぽいといえば、渡辺謙がいるお城ありますね。お城ってか、屋敷。あれの外観のバカバカしさとか、すげえ007っぽいよね、やっぱね。だから、もう間違いなくそこは意識してると思うんですが。という、まあ、とにかく話長くなりましたが、そういう、この映画独自の、その、夢の描き方、夢世界の描き方っていうのは、はっきり、こう、まあ、魅力にはなってると思います。特にこの第2層の場面は。でもう一個は、この作品特有のその夢に関する、まあ、かなり入り組んだと言っていいと思うんですけど、ルール説明ですね、ルール構築っていうことですね。でまともに考えてるとね、この映画で語られてる夢のとか無意識のルールって、普通に考えたら、夢とか無意識とかさ、あとアイデアってさ、そういうもんじゃなくねって突っ込みたくなるようなものではあるんですよ、はっきり言って。特に俺、アイデアに関してはものすごく、アイデアって別に人からもらったりするもんじゃねっていうさ、とか、あと人から誰から聞いたんだか忘れたけどみたいなことなんて、よくねっていうさ、まあ、だからこそ、まあ、話にもなるんだと思うけど、とにかくそのアイデアが何か固形的なものとして中にあって、それを取ったり取られたりってどうなのよって思わなくもないけど、劇中でも普通の夢とは違うみたいなことをちょろっとエクスキューズ的に言ってたりするので、これはあくまでこの作品内ルールということでね、まあ言ってみれば、まあマトリックスのあれですよ、現実と
もう一個の世界みたいな、そんぐらいの感じだと思ってていいと思います、はっきり言って。はい。あの、約束っていうかね。ちなみに、あの、マトリックスも、だからフェイバルって挙げてますからね。うかつなこのベスト5挙げてますから、ノーランがね。で、なんだっけ。でね、その、独自のルール構築っていうのが、まあ、その、この映画の特色であり、その、オリジナリティなんだけど、ほとんどね、もう2幕目の途中ぐらいですね。たっぷり映画に始まってから1時間ぐらいは延々このルール説明が続くと言っても過言じゃないです、この映画。まあ、要はそのアリアドネさんが質問しまくるっていうことで、まあ、言ってみればチュートリアル的なあれをやるんだけど、1時間ですからね、結構長いですよね。で、この1時間のルール説明の下りをワクワクできるかどうかでも相当この映画好き嫌いが分かれるところだと思います。ここをかったりと感じるんだったら相当つまんないと思います、やっぱし。あと長いと感じると思います。ただ、ここの場面、ただの説明ではなくて、絵的に面白いところ、例えばさっき言ったパリの街がグイーンとこうせり上がってきて、みたいなところがちゃんと続くので、少なくとも退屈はしないはずというぐらいにはなってますし、僕は個人的にはすごくワクワクした場面でした、ルール設定のとこ。というね。あとその説明が、例えばそうだな、あの、キックっつって、要するにこう、まあ、目覚めさせる、仕掛けをやるときに、内耳だけ起きてるから、こうやって倒れたら目覚めるんだよっていうのを、証明するために、そのさっき言ったジョセフ・ゴードン・デビッドさんを何度も椅子からこけさせそうにするっていう、そのあたりの編集テンポ含めて、このくだりとか、ちょっとチームもののキャッキャ感もあって、ちょっとこう、いいねっていう、ね、いいね、このチームっていう感じがだんだんしてくるっていうね、あたりでもあったりする。はい。で、まあ、ただね、その、この作品内ルールが、やっぱり、さっき言った通り、あの、突っ込みどころもすごく多いし、突っ込みどころ疑問が湧いてくるところっていうのかな。どういうことみたいな。説明に1時間かけた割には、その後も、だって、だって、これおかしくないとか、が結構出てくるわけですよね。なんでこっち、だって今こっちがふわーんって浮いてるからここ無重力になってんのに、この今無重力状態はなんでこの3層目には反映されないのとかさ、いろいろ疑問も出てくるんだけど、で、なのでそういうわけで決してスマートに完成されている作品内ルールとは僕は言い難いと思うけど、少なくとも1時間かけてる割には納得させきってないって意味でね。ただはい、ここ僕インセプションの実はこの映画の最大評価ポイントですね。あの、ここ数週間、とにかく、もう何度も言うけど、インセプション用語、あるいはインセプションの例えを、日常会話もしくはラジオ放送などで、ガンガン挟み込んでしまうっていうね、設計士が、ね、みたいなことがね、貧乏行きだ、みたいなね、とか言ってしまうんですね。で、これかつてマトリックスがそうだったということで、もう要するに今、それ自体相当なアイデア植え付け力、すなわちインセプション。というして、まあ、評価せざる得ない。この映画がインセプションできてるな、アイデア力できてるねっていうね、とこは評価せざるを得ない。ただ、マトリックスがそうだったっていうのと思ってほしいんですけど、だからって別に、あの、映画史上すげえ、なんかね、その、ご立派なものかってことは イコールではないと思うんですけど、あの、大変楽しく遊んでおりますと。遊ばせていただいておりますっていうね、概念として。で、さっきも言ったように、あくまでやってること自体は、かなりジャンル映画的なわけですよね。もうアイデアそのものもそうだし、SF 映画的だし、アクション映画的だったりして、本来ジャンル映画的なアイデアであり場面っていうのの集積を、さっき言ったような、例えばルックの力ですね。映画としてのそのルックの力とか、あるいは、その、まあ、理論武装の部分でもあったりするんでしょうかね。例えばその、ね、町山さんも指摘されてましたけど、あの、フランシス、ベーコンの絵が飾ってあるから、ラストタンゴインパリだと。あと、エディット・ピアフのね、曲とはそれと関係してるとか、そういうなんか理論武装の部分と、それも含めたその作品としてのパッケージング感ですね。こういう作品ですよってパッケージング。で、それも含めた、プロモーション的なそのやり方まで含めて、結局はどこか交渉っぽいものっていうか、ジャンル映画的ではない、もしくは単なるジャンル映画ではない的な感じに見せてしまうあたりが、クリストファー・ノーランという人のうまさであり、才覚であり、同時に若干のいけすかなさであるっていうね。だってぶっちゃけバットマンズビギンズ以降、この人、要は、すごく平たく言えば、バカっぽい話をバカっぽくなく見せる名手、として買われているんでしょ、この人は。だって。はい。僕はあの、こういうすごく意地悪な命名をしましたけど、このあの、うかつなベスト5を見てからね、思ったんだけどね、利口に見えるリックベストって、意外と好きだらけでもあるっていう方も含めてね、なんですけどね。でも実際ね、あの、本気でもまぬけに感じられるところもぶっちゃけ多いと思います。モロッコで追っかけっこしますね。あの、イームスさんっていうね、変装の、夢の中の変装の名人をスカウトしに行くときに、追っかけっこする。いる？
っていう。ただまあここは100歩譲って、あの現実世界においても、小渕さんはその、ま、あたかも迷宮の中で追われているような感じを生きているのだと、まあ、実際そういうような、真上から撮ったりしてそういう撮り方してるんで、まあそれはまあいいとしてもね、そのイームスさん、あそのロバートさんの会社でね、あの病床のそのお父さんがこういるところにいますよね。どうやって会社のあの部屋まで潜り込んだの？いつの間にか部屋にこうさ、いつの間にかこうやっていて、なんかいるじゃん。ずさんすぎるわっていう、あのあんまり唐突すぎて僕はそこ笑っちゃったんですけど、プッっていう、あとですね、今回このね、まあその斉藤さんですね、渡辺謙さんから依頼されてやった作戦とかが、まああの途中で危機に陥るわけですよね。まあケイパーものっていうことであれば、途中で不良の事態が起こって危機に陥る、これはいいんですよ。これはまあお約束展開なんだけど、その理由がですね、2つあって、1、調査不足はい、ね、防御してるって知らなかったんだ。これ調査不足ってそれ以上の説明がないんですよね。で、2、リーダーであるコブさんの精神的不安定さっていうね、全然腕利きじゃねえよお前らっていうことなんですよね。特にコブさんね、に言いたいのは、お前はこの仕事向いてないっていうことだと思うんだけどさ、っていうかこの映画の中通してこの人たちが何かをスムースにやり遂げている場面が一個もないっていうのが、なんか間抜けやなっていうふうにも思ったりするんですけどね。あとね、まあこれはまあ別にもうね、話に乗っかっちゃってる分には全然あのありな怒りなんですけど、このコブさんさ、そこまで重大な危険があるっていうことをさ隠して作戦始めるっていくらなんでもなしじゃね。さっきチーム感萌えみたいなことでルール説明に載ってた分、そこでもう一個そのルール付け加えんのつって、それずるくねつって、俺ちょっと若干怒りを感じたりしたんですよね、そこはね。はい、まあそこはもうあの映画に乗っているからとも言えるかんだけど、はい、まあそんなのはいいや。最大のやっぱりね欠点というか、ダメだなってとこは、やっぱその第三層の雪山シーンですね。やっぱさっきの007っぽいって言いましたけど、もう端的にここ単調で退屈です。なぜかというと、まあ、第一層だと例えばあの雨の中で、まあ、打ち合いとかチェイスがありますね。それが起こる時のあの列車ドーンっていうね、あれ結構列車実際に走らせたりするだけあってかなり重量感もあるし、なんじゃっていう感じがやっぱするし、第二層での、例えばその周りのさ、あの潜在意識にキッと睨まれるあの感じね、すごくあのマルコビッチの穴っぽい感じでキッと睨まれるとか、あとあここにまた子供がいるみたいなあのノイズ感、ちょっとホラーっぽい感じとか、のね、とかあとまあさっき言った無重力アクションのとこね、からのあの空中でみんなを梱包してっていう、あの絵面としての面白さとかさ、的なね、まあ、言ってみればいいですか、その第1層の列車ドーン、第2層でもろもろとか含めたこの設定ならではの見せ場っていうのがこの第3層には一個もないんですよね。だからでそこに来てアクション自体の見せ方が得意っていう人ではもともとない。で雪山アクションっていうのはね、なんかあの全体がのぺっとしてるから、ただでさえ結構のぺっと見えやすいんですよね、普通の人でも。なので本当にこれ見てて気の抜けたボンド映画みたいになっちゃってるんですよ。でここが気の抜けたボンド映画みたいなことに関してね、この映画全体がそのある種メタ的に夢構造というかね、なのであるのだから、ここが陳腐な映画みたいに見れるのはそういう風にあえて作っているのである的な見方もできなくはないけど、はい、その考え方をしたからといってこのシーンが面白くなったりはしないので、はい、あのなん、うん、まあはい、あそうですか、偉いですねっていう感じですね。あとツッコミポイントは、コブさんが最後あのリンボー、まあ虚無って訳されてましたけど、斉藤さんがいるリンボーにどうやって行ったんでしょうか彼はなんかっていうようなのとかがよくわからんぞとかね。はい、まあラストのね思わせぶりな感じで、まあいいよああいうのね、おしゃれみたいな思う人もね、まあわかるけどっていう感じですね。一応俺アイデアはコマを回そうとしてやめるっていうのはどうってなるけど、まあでもあのコマの結果も振り返らずにっていうのはある意味ニュアンスとしては似てるか、まあいいのかな。でまあそれよりもね、あの奥さんとのその要するにトラウマエピソードですね、さっき言った、亡き者に対する妄執にとらわれた男っていうのはノーランの、まあ、メインテーマでもある、それはわかるんですけど、この亡き妻とのエピソードが結局これってその例えば話がさ、ドラッグ中毒に置き換えたって別に成り立つような話、悲劇ですよね、そういう悲劇じゃないですか。これその妻の死さえ
もはや今となっては現実かどうかわからないっていうところまで持ってって初めてこの設定とその毛筆に取られた男っていうテーマ的な必然性が一致するんじゃないですかね。で実際ノーランはメメントでそれに近いことをやってるわけですよ。だから一回もあそこまでやってんのにそのここまで来てなんか普通の悲劇で終わらせんのかと思ってっていうふうには思ったりもしましたけどね。ちょっと物足りないなぁなんていうね、でまあその終わり方、まあエンドロールにエディット・ピアフが流れて、要するに観客に対するね、最後のキックですよって、まあこういうのは、まあ、いいじゃん、まあ気が利いてやがるよね、うん、おしゃれやねこれね、うん、思ったりもしますけど、さ僕個人はこの映画を結構楽しく見た分、その生地なこんなんつもちょっとカッコしますけど、ここ哲学的な、余韻とかを取るよりも、あの空港でのね、プロフェッショナルなチーム同士が、一仕事やり遂げて目と目でだけ挨拶して、そして無言で別れていく憧れのまま、夢泥棒野郎 B チームシリーズとして、いろんなパターンの冒険を見たいなぐらいに思ったんです。そんぐらい僕はそこはやっぱ気に入ってはいるんですよね、でだとしたらもしそれをやればひょっとしたらバットマンと同じく2作目こそが、2作目以降こそが真の傑作ってことありえますよ。ルール説明で1時間かかっちゃってるせいもあるわけだからさ、っていうねことも感じたりしました。という感じで、ツッコミどころもしくはそれに対する反論を含めて、見た人同士何かというとこの映画の話になってしまうというタイプの作品であるのは間違いないというふうに思います。ちなみに先週ベストキッドで主演、してましたジェイデン・スミス君の生涯ベストワンいやでもやっぱあのぐらいのその要するに映画のいろんな映画があるっていうのが分かり始めた頃になんか不景みたいな感じにハマると思うんですよね、入り口としてもすごく、だからやっぱほらキューブリックにその中2ぐらいでやっぱハマ、中学生ぐらいハマって、で大人になってもやっぱり深みにハマるみたいな、やっぱりすごかったんだって分かるみたいな、そういう作品なんじゃないですか。まあこの規模の対策としてはこれ言わずもがないですけどね、異例のあの作家的な企画、チャレンジングな企画であるのは間違いないと。でまあこういうのがヒットすればこういう映画ももっと作りやすくなって面白いものがどんどん出てくるかもしれない、というようなこともありますので、見るべきかどうかと聞かれれば当然見に行った方がいいというふうにもうあの疑問なく僕は答えます。なんたってね、まずはそのド派手な SF アクションであり、みんなが燃えるチーム犯罪ものであり、同時に適度に、語りやすい哲学風味であったり悲劇風味も入ってて、もうサービス満点なわけですね。サービス満点の娯楽対策っていうことですよこれは。はい、なんか見ながらこういろんな風にこう自分なりに考えたりできるっていうだけでも大したもんだというふうに思います。夢ってさ、意識ってさ、ってさ、こういうことかなって考えるだけでも全然価値があると思いますし、面白かったです。ダークナイトに続いています。ノーランさんに言いたい、面白かったよね。はい、ということでおすすめです。インセプションね。